こんばんは、シークエンスパパどもでございます。いつも一問一答へのお問い合わせ、ご覧いただきましてありがとうございます。今回も東京都にお住まいの37歳の主婦の方から、いただきましたご質問にお答えさせていただきます。シークエンスパパ友様、初めて一問一答へのお問い合わせをいたします。と言いますか、何回もなさる方はいらっしゃらないとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。実は主人のことでのご相談でございます。私の、会社はリモートという形で、週に一度出勤をすればよいので、まあなんとか家事をこなしながら、いただく月給は安いですけれども仕事をすることができております。主人も実は2年ほど前リモートということになり、自宅からの仕事になっていたのですが、1年ほど前に会社の方から希望退職というものを求められ、退職金よりも少し多めの金額が出るということで、その会社を辞めてしまいました。主人の仕事というのは、まあいわゆるプログラマーというような仕事をしているのですけれども、自動車関係の仕事ということで、すぐに別の仕事が見つかるであろうというふうに思い退職をしたのですが、時勢も時勢だということだったのでしょうか、なかなか新しい会社に就職先が見つかることはなく、半年が過ぎたあたりから就職活動というようなものをピタリとしなくなりました。本人はスカウト会社に登録をしているからあとは待つだけだということで、これでも就職活動をしているつもりなんだということなんですけれども、毎日毎日パソコンを叩き、ゴルフの素振りをマンションの屋上に行ってはする、そんな生活ずっと続けております。本当に就職をする気があるのか不安になり、生活も厳しくなってきたので、仕事の方は大丈夫なのかというふうな確認をすると、心配しなくてもいいから大丈夫だ、この一言で終わってしまいます。そしてつい先月一月ほど前、正月を迎え、今年は就職が決まるといいねというように話しましたところ、もう働く気がないんだというような話を突然言われました。主人の実家は鹿児島県にありまして、鹿児島県に帰り両親の世話をしながら、両親の持っている農地を預かるような形、継ぐような形で、まあ農業に携わり農協のお世話になるようなことを言い出しました。私はリモートがあるとはいえ、月に週に一度は会社に行かなければならないので、
そのことを会社に告げる勇気が持てません。どうしたらいいのかと思い、迷いに迷い、主人について行った方がいいのか、あるいはいっそのこと、離婚をしてしまった方がいいのか。子供もいません。どうかこの先のことについて、主人の本当の気持ちというものを見ていただければと思い、パパ友様に少し違う質問になってしまうかもしれませんが、質問をさせていただきました。主人の写真と私の写真、二人の写真も送らせていただきます。どうかお答えいただければと思い、よろしくお願いいたしますということで受けたまわりました。まあ簡単に言えば、ご主人がコロナの関係でね、リモートになった、まあよくあるんですけれどもね、早期退職をちょっと勧められて、退職金が、数百万か上乗せられされてね、すぐに仕事が決まるだろうということでもって退職をしたけど、なかなか決まらないということなんですよね。そうしてるうちに、なんだか働く気がなくなってしまったということですね。都内にいた方が就職先を決めることっていうのは簡単なんですけども、ご主人拝見する限りね、実はとってもプライドが高い方なんですよ。プライドだけは高いですね。お仕事がどれぐらいできるかっていうのは私にはちょっと判断できないですけれどもね、そのプライドの高さゆえ、自分の仕事の能力というものを過剰に評価してしまって、低い条件のところには就職をしたくないと言っているうちに、働く気がなくなってしまったっていうのが本当だと思います。これ現在のご主人の写真を見ても全く仕事なんかする気ないですね。まあコロナ病みたいなもんなんだと思いますけれどもね、もう気の抜けたビールみたいになっちゃってね、どうにもなんないような状態になっております。ご苦労しますよ。おそらくご実家に帰ってからでも、とてもとてもね、頑張って農業をやったり、農業を手伝ったりっていうようなことをするようには私には見えません。魂の上でですよ。ですから、ここはね、はっきりとお断りになった方がよろしいかと思います。私はね、田舎で暮らすつもりで、あなたと一緒になったつもりではありません。仕事、以前仕事をしていたご主人の姿、それも含めてご主人というものに生涯を捧げる覚悟で結婚をしました。なので、きちんと働いて幸せを東京で築く気がないのであれば、私はとてもついていく気にはなれませんということをきちんとお伝えになってみたらいかがですか。その上でご主人が目が覚めるかもしれませんのでね、ここはね、ご自分の中でもって結論を先につけてしまって、離婚かついていくかなんていうことを考えずに、残る方法を考えてください。まあね、車関係のプログラマーさんだっていうことであればね、もしかしたらね、条件さえ落とせばそれなりのねところに、就職先が見つかるかもしれません。ヘッドハンティングなんていうのもあって、だってそれはちょっと無理だと思いますよ。僕はね、そういう会社を設けさせてるだけだっていうふうに僕は思いますのでね、きちんと自分で足を運んで、職安でもどこでもきちんと足を運んで仕事をきちんと見つけるっていうことね、まずそこから始めましょう。
そこから始めることに対してついていきますということをお伝えしましょう。男だろ、くじけてんじゃねえよって、そういう気持ちでもって、ご主人に、ついていく、そのお覚悟をお伝えしてはいかがかなというふうに思います。まあ簡単ではございますけどね、ご報告申し上げます。そしてただいまですね、九州沖縄地方の、LINE を使った個別霊視会をやっております。関東近県の方ですと直接会ってお会いしているんですけども、なかなかそれが叶いません。なのでね、普段直接会う方ですとご挨拶の時間も含めまして、70分から75分ぐらいの時間になってしまうものですからね、そこの時間も延長をしまして60分から75分までの間、そして事前に私と LINE をつないでいただいて、例えばお子様の写真ですとかご主人の写真ですとかね、あるいは他に見ていただきたいもの、私が見るべきものがあれば写真を送っていただいて、もちろんお家のことでも結構ですよ、あらかじめ情報をいただいた上で、LINE を使った個別霊視会のような形でもって、受けたまろうと思っております。期間はね、こちらの方に載っているのかな、この概要欄かなんかに載って、こういうふうにやるのかなに載ってると思います。運営さんの方に問い合わせていただければ、LINE で、LINE かな、メールかなでお答えをするような形になると思いますけれどもね、お待ちしておりますので、どうか、たくさんのお申し込みをいただければというふうに思います。九州沖縄から始まっていると思います。期間も、まあ、今も期間も含めて始まっておりますのでね、どうかお申し込みをお待ちしております。いつもね、個別でお会いした方には最後にね、色紙型のサインを書いて、印を押したものですとかね、お札なんかも書かせていただきます。お見立てした上でね、この方はなんか取った方がいいよなんていう方の場合はね、きちんと、取り方、お払いの仕方もおすすめした上で、身を守る術として、いつも私が身につける、できるだけ身につけているようにしている安価なものですけど、こういった念珠ですとかね、銀色のブレスレットなんかもつけているもの、それを差し上げるようにしておりますので、同じように差し上げたいなというふうに思います。すぐ目の前で封筒に入れるような形にいたしますのでね、ご安心ください。そういう特別イベントということをさせていただいておりますので、どうかお待ちしておりますということで、ハッピービームを送らせていただきます。ハッピービーム、ふんがふんがブワー、ご主人ズバッと言ってくださいよ。